さあ始まりました、トゥナイト 5! この番組が月曜日から金曜日まで、吉本沖縄に所属する芸人がお送りする番組となっております、水曜日のトレガーホップキンスです。お願いします。こんばんは。早速ね。はい。コウタ君かなこれ。こんばんは。県<ー>産品終わるみたいですね。あ、えー、そうなんですかえー、そうなんですか大笑い県産品というね、番組がありまして、うん、まあこの沖縄市のね、 コリンザあそうだ、ね、コリンザっていうんですかあの劇場アシビナでの公開収録を毎月やっててオリジンコーポレーション FEC そして吉本沖縄から何組かずつねネタ披露する、ね、番組があるんですけど<う>終わっちゃうんですか<ー>知らない そうなんだ俺たちより先に情報をキャッチしてますね。そうですねもあれ今は亡き知念たかしいるじゃないですか死んだみたいに言ってるけど生きてますけどね芸人はやめちゃいましたはいピン芸人だったねあれ僕もピン芸人だった時に2人で飲んだ時にいつか絶対2人で県産品出ようなって酒を飲み交わしたんですけどああそうなの ちちょっっと研鑽終わっちゃうんですか今年度で終わるみたいってことはもう3月までじゃないですか1月2日に「テンブス那覇」でやるそうですなるほどお正月スペシャルみたいなことですね1月はで今年度ってことは1月の出演者はもう決まってそうじゃないですかそうだねってことはもうチャンスはもう2月3月に滑り込まない限り知念隆と飲み交わしたのその ね目標とといいいううか達成できな1月 2>, <ょ> 1> 2月ねってことは2月で終わるってこと 2> 2月あれかな1月でお正月スペシャルやって2月で最終回スペシャルみたいな感じじゃないですか。はい、あ 1>, あ1月2月にやるのか1月2月がテンブスなんだ。 天物語やってもう3月で終わるみたいな。3月最終回スペシャルなのかな。かな。はあ。僕は一度出たことがありますね。過去にですけど、このトネガーホプキンスではないです。3月はコリンザで。なんだすごい情報がすごいな。そう。どんだけキャッチしてるんですか、光太くん。光太くんの情報量が。あ出た。オリジンプーきエフイーシー秋の漁師おきね。 松村こんな <laughs> こんなにはっきりと名前にね,そうす,ねすごいで、ね、アイコンナミちゃんっていうね <laughs> そうやっぱり一番はナミちゃんですから、うん、アイコンナミちゃんにしてますからねそうなんだまあとりあえずでもちょっと残念ですね,そうすね結構だって僕が大学生ぐらいの時から、うん、もうすでに見たことあって。 やってたんですよ、うん、僕が沖縄に来たぐらいではもうやってたっぽいんですよ。はいはい、どうなんですか又吉の記憶をたどると一番昔はどれぐらいからやってそうですかこのお笑い研産品はおーだから僕もその意識し始めたのが意識というか養成所入ってからああ<ー>こんなのやってんだっての気づいたから、うん、全然どんぐらいやってたか。 っていうのはね全然情報あ15年,15年やってる情報すごいな浩太君何でも知ってるね <laughs> そう。<laughs> 15年やってたの <laughs> へえ15年かってことは「え初恋クロマネン」が素人時代に出てました2004年におマジ<ー>高校生じゃん,<ー>じゃん俺ら中学生か15年前って中学生だよあそうだね静岡から出たことない時からやってたんだ俺が <laughs> まあそうだねそうソフトテニスに命かけてた時だソフトテニスに命かけてた時代がある剣選抜になるかならないかぐらいの時だソフトテニスがうわかけてるわ <laughs> <laughs> あと2回勝ったら剣選抜だったこれ<ー>みたいな時かな、うん、はい沼津市の第一シードだった時、ね、いやもういいよその話 <laughs> そ,の <laughs> そこあん時からやってんだ <laughs> えー、じゃ沖縄ってすごいねやっぱりもう、うん、この沖縄だけでも芸人がちゃんとずっとで FEC さんオリジンさんが20周年を去年おととしあたり迎えてるってことは、うん、事務所ができてから56年目ぐらいからスタートしたんだね番組がはいはいへえお笑いのね文化が沖縄もね、うん、歴史が出来上がってきてるところですね あ,でもあった気するな中学校ぐらいに何か最初2組ずつぐらい出てたよねそう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 各事務所からね各事務所、うん、で吉本が来て1組ずつだったんじゃない吉本だけ1組みたいな今どうなってるか分かんない<ー>今は何1組ずつなのだったような気がする違う まあその時によってなのかな。まあ、<laughs> まあまあそうですね。本当に出たいのかって話ですけどね。と思 <laughs> ってくると。<laughs> いや出たよめちゃくちゃ出たかったよ。あそう。うなんとか滑り込めないですかね。はい、そうぜひとも出してくださいお願いします。<laughs> ここで言ってもね。<laughs> あ,あ,あるかな。オリジン F1C を二組、吉本一組っていうね。 ああそうなんですねなんとなくの格差がありますね,ね <laughs> <laughs> まあまあまあねひしひしとね感じる格差があま,、ね、まあやってますけどもねはいまあね何かありました最近最近ね、うん、僕あの大型犬に襲われましてね大型犬に襲われたのそう大型犬大型犬に襲われたのよ <laughs> 俺最近国際通り <laughs> 国際いや国際道あのいつもの公演いつもの公演ああネタ合わせそうネタ合わせとか雲地の公演でですねちょっとまあ高台になってるじゃないですか僕たちが高台でまあね景色を眺めながら肉まん食ってたんですよき綺麗だなっつって景色を眺めながら肉まん食ってたんだそしたら なんか後ろに高台だけど後ろに階段があってさらに上行けるじゃんあるあるそこの公園なんかねななんか、ね、なんかかね石畳の段がありますよねでも肉まん食ってたら後ろの方から「で聞こえてきて「<い>え何?」と思ったらまあまあでかめの黒い犬が、うん、うわ <laughs> でめっちゃすりすりしてきてええー、でめっちゃ肉まんを食べるわけではなくものすごいなんか肉まん狙ってたんじゃないのいや肉まん狙ってないただ俺の体をずっとなんかくんかくんかしてたなんだよ <laughs> <っと S 1> メスかなんかだと思ったんがね <laughs> 俺 <laughs> でか大型犬 <laughs> 大型犬だと思われたんじゃい <laughs> 俺いや俺がちょっと染めてるし いいやちょっとからなけどそれはめっちゃ来てハめっちゃ来ていまて一通り鍵終わったらどっか行って何だってえっ何と思ってでさっきその大型犬が来た方向を振り返ったらその筋肉質の坊主頭の日焼けしたお兄ちゃんが腕組んで立ってんのよえっ何これとか。 そう一応飼い主だったらしくめっちゃニヤニヤしながら見てるんだよねそう屈強なニヤニヤすんなよニヤニヤあごめんねみたいな感じに来てそしたらさそのお兄さんがあれ君どっかで会ったことあるよね何それえ怖急に怖い何本当何そうそうあれあるよねみたいなで俺なんか 俺いつもの癖でさちょっと合わせちゃう癖があっさあーそうねちょっとよくない癖いよくない癖ねで「おー!」って言っちゃったえー、そこまで <laughs> いやもう本当に知ってる人じゃんそれ <laughs> で言っちゃってなんでよあれほらなんかなんかねあのなんかスマップの話したよね <laughs> みたいな感じになってスマップの話えっ、ー、と思ったけどまあ「おーそうっすねなんかいっ名前出てこないっすね」って,ってなんでそんな合わせちゃうの <laughs> <laughs> で,でそこで「あ,あ,あちょ僕もちょっと記憶曖昧だったからあいつもここにいんの?」みたいな「あ、うん、はいまあ大体いますけど」うん、あじゃあちょじゃあまた今度ね」っつって帰ったんだけど、うん、あのこれってどういう反応すればいいの <laughs> いやそ,そのやその話聞いたら俺の反応の方が困るんだけどさ <laughs> <laughs> なんで合わせんのよ <laughs> じゃあなんかあの聞けばいいじゃんえっ えマジでちょっと分かんないですけどど,どこどなどちらでお会いしましたみたいなとか言っちゃってもいいんじゃないだっておかしいじゃん大型犬連れてさ、うん、腕組んで見てるニヤニヤしてから見てる人ってさ、うん、分かんない<え>今の情報だけだとやべえやつだもんだって <laughs> いや一応俺も最初やばい人かなと思ってた <laughs> でしょ <laughs> だって犬行ってさ、うん、犬に行かしてさめっちゃ匂い嗅がしてさ <laughs> ちょっと遠くでニヤニヤして腕組んで立ってんでしょ、うん、変人だよね多分ね。<laughs> 誰に対しても言ってんじゃないどこかであってスマップの話したも全然よく分かんないし <laughs> なんかまあお話をしたということでねえー、いつもここにいんのって聞かれたんだじゃあもうそこであったわけじゃないんだじゃあ過去はそうだな、ね、多分そこではないと思う,、うん、そう,そうだからだあのこの時どういうリアクション確実に俺のリアクション間違ったじゃん今回まあね、うん、まあねっていうか「お <laughs> ー!」とか言ってんでしょ <laughs> そう ああはい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 、<laughs> いや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 いるなと思っていや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 いあいや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 いあいやいやいういやっぱりこの人知り合いや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 いいや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 やい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 いやいややい みたいな感じでねなっちゃうからちょっとリアクションどうした方がよかったうどうした方がいいっていうかまあ <laughs> とりあえず犬ビンタするたらいいんじゃないバッいや<ッ>いやクがいやいそういう破壊締めされよ <laughs> <laughs> おい何やっておい犬と兄ちゃんに21でやられるかもしれないかに殺されるかもしれないいや俺, <laughs> いや俺あれ,あれ ネタ合わせの場所で肉片だけがやると思っていった又吉の腕とか転がってんでしょ。やだな。事件じゃん事件。その時はねお気をつけて。いや気をつけらんなよもう無理よ。近くにいるからね。まあまあ通報はするけど。ということでメール来てます。 はいえー、浦添っ子さんからですね利根、はい、オホプキンスのお二人こんばんはこんばんはお久しぶりです先週の水曜日から体育の授業では自給走をしています、うん、女子は 2km かっこ6周男子は 3km かっこ9周です 2km、うん、走って筋肉痛です校内持久走大会が今月21日にありますそれに向けて練習していますということで、うん、なるほどね3周で 1km なんですかねああなるほどはい何ですか<う>分かんないですけど 週の字が1週間の週だからちょっとよく分かんないですけどま,まあ多分そうなんじゃないかえ<ー>、はい、すごいなんか筋肉痛なんだ、えー、すごいね2キロなんかこの年になるとさ2キロも走ることなんてないじゃん <laughs> そうだねうん2キロ 2> でも俺今日トータルで、うん、なんだろう4040 40のあの往復の20ぐらいあっての、うんはい 40だから30、うん、もうあの150分ぐらい今日歩いてる俺150分うん3時間近く歩いてるよ多分いや走ることもまあまあないけどさ、うん、え百150分歩くこともまあまあない,よい富城まで那覇の家から富城まで歩いてああっていうのと今日だからその雲路からなんだろう うん、あそ獣舎はまだ那覇かうらそいかうらそいあのー、古島駅のところ、えー、ギリ那覇ぐらいもううらそいかなっちゅうカウントぐらいまで歩いてるから、はい、まあ結構歩いてますね、はい、そう <laughs> え <laughs> なぜにそんなに歩くのそんな なぜにとかちょっとあんま答えたくないんですけどあ,あ,あんま面白くないんでただ歩いただけだそんなこ断り方して,していいの, <laughs> あのラジオでさ ああこれどういうことって聞いたいや何時にも原付ぶっ壊れて <laughs> 移動手段がないから全部歩いてんねから <laughs> <は>まあまあそっか,、うん、だか大平まで一回歩いたことあるから往復あ片道90分かかってるからさ <laughs> 過去ね <laughs> 2か月ぐらい前まで大平、ね、浦添の大平と雲路を行き来したりとかしてたんですけど、はい、やっぱり、ね、歩くなったんですよねはいまあなんていうんですかやっぱりね筋肉痛なんかあの浦添っ子さんは なんか運動系のお話が多いですもんねそうだ、ね、陸上部だったっけうんーだった、ね、陸上部じゃないのかな前はなんかね校内大会の話をしてましたね,ねそうですねリレーで上位の成績を収めましたみたいなああ来ましたね来ましたはいだからそすごいあれなんだよねスポーツマンなんですね浦添い子さんは、うん、いいっすね僕スポーツできなかったかなああまたちゃんそう<走>またちゃんあれなんでしょう運動音痴なんでしょう いや運動音痴っていうとちょっと俺だって歯向かうよ <laughs> <laughs> ふざけるなと俺だ、うん、運動音痴っていうか一応そう <laughs> あの体の使い方はよく分かってないっていうなんでしょうなんか筋力はあるけど上手に使えないっていうことでしょそうだねああそう,そうなんか悲しいよねなんかね「<う>末端は力あるよん」って言われてるけどこうたくんから。 <laughs> 知ってんの末端が力あるって、ね、俺の力知らないタ <laughs> いやしないよ急にファンの男の子 <laughs> 急にタックルしたらさ <laughs>、うん、問題になるから問題になるな、うん、力はね、うん、そうだから一応その運動音痴っていうのはちょっと自覚はあるんだけど多少ね、うん、あ,あそうなの,その運動音痴ってことをちょっと知られたくなくて口、うん、内運動 ま、体育祭みたいので、うん、でまあ徒競走とか全体リレーとかあるんですけどもうん、うん、そこにバンバン僕参加したのよあれこう中学校の時に、うん、そしたらね脱水症状でぶっ倒れちゃってね <laughs> どういうこと運動音痴とかとすら関係ないというかもう何それそう <laughs> <laughs> んか大恥かきましたよ <laughs> <laughs> そうなん、ねうん、だかだか <laughs> 飛ぶとかは別にあれなんでしょ、うん、高く なんかジャンプするとかみたいな力はあるんでしょうだっていやあるあるもう水平跳びなんだっけそういうのはすごいんでしょう記録えっと握、ね、力とかさまあ握力は両方60、うん、いやめっちゃすごいじゃん <laughs> 60ってめっちゃすごいじゃん高校時あ60 <laughs>、うん、右が60で左が61ありましたええー、そうそうそう,マジ,そうマジよ そううなんだいいやもも怖水平飛びとかもすごいんだっけなんかすごいのなかったりとかに垂直跳びはねまあ飛ぶんでしょって言ってもまあ80ぐらいすごいじゃんそれもはい飛んでましたでもなんか球技とかになると全然できないんでしょ球技はねあのギリギリレギュラーって感じギリギリレギュラー何それはバレーとかさバレーボールあれバスケとか部員何人のバレー まあのー、8 9ぐらいでレギュラーってこと五5人ぐらいに入ってるってこと6人に入ってる6人に入ったり入らなかったりっていう <laughs> <ー>だから 6, 6 7自 <laughs> 分の67 <laughs> <laughs> そうそそうそううんぐらいそうか、うん、まあいいとは言えないどうなんどうなんすかね分かんないですけど超強豪校かもしれないけどね、うん いやー超弱かったですまあでもなんか楽屋で卓球とかやってる姿見てあなんかセンスないなって思っちゃったりとかしたもんな聞き捨てならない言葉が今 <laughs> ご,ごめんなさい <laughs> いやーでもね、あのー、その細かいのは無理よ細かいのは無理卓球とかさテニスとかああ俺バドミントンとかだってもう途中で切れてたもんね なないでよそれみ <laughs>、ね、ちゃんと俺と又吉と知念たかしの4人でバドミントンやった時に、はい、知念はバドミントン部だったんだよね。うん、で俺がテニスやっててラケットとか使うのはある程度結構好きでなみ、はい、ちゃんはまあもともとの運動好きの熱類からちょっとまあ頑張ってたんだけど又はなだけあんまり上手にできなくて。 なんか怒ってたもんね。なんか一 <いや S 1> 人なんか違うもん。ほ <laughs> んと怖かったよ。私、ま、いやそんな違うってたよ。マリ <laughs> 嘘 <laughs> 気使わせた。気使うよ、ね。あの怒ってんだって。んなんか <laughs> ん別に俺別にやりたいと思ってきてないし、みたいな感じのことも言っちゃってたからさ。なんか？<laughs> 誘えよと思ったいや本当それは申し訳ないそうあの時はちょっとまあでも知念とかがいじってたからなそれをなそう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 又吉全然できねえなみたいなでその知念のいじりもあったけどそうなんか奈美ちゃんもねあいつバドミントン初心者だったのよそう持ち前のあれ運動神経からめきめき上達してそうね頑張ってたね 運動神経でいうと、奈美ちゃんと同じぐらいだと思ってたの。あ、なるほどね。で、一緒に練習してるのにもかかわらず、うん、奈美ちゃんがどんどん上手くなっていくと。うん、ああ。おい、置いてかれたからね。嫌 <laughs> だよね。スタート一緒なの。そうそう,そう。<laughs> それがめっちゃ嫌で、ちょっと、なんか。うん、それで、ちょっと、あの、俺、別にバドミントン好きじゃないから。っていう言葉が。<laughs> <laughs> <laughs> 出ちゃったあの時悲しいっすねあの時ねなんか又吉の怒ってる時の発言ちょっと俺好きなんだよななんかいや何 <laughs> どういうこと怒ってるっていうかこうピリってる時の、うん、ピリってる時に出るじゃんピリ出すじゃん周りちゃんと <laughs> いや, <laughs> いやちゃんとピリ出すっていういやいやそんなかななんか、うん そうなんかそのお化け屋敷のガイド女子高生たちをガイドした終わった後に、うん、女子高生たちがこう又吉に絶対コミショでしょって女子,高生<や>女子高生の失礼な発言に対して違うん <laughs> うん、っちげしっていうのとかやっぱりなんか余裕ないじゃんはか。 いやそうねちょっと言っちゃってさラジオで <laughs> じゃあなんかあのそう追い込まれてもな,なんか返さないとっていうかなんか<ー>こ,このままではただ負けてしまうっていうああどうにかカウンターパンチを食らわしたい <laughs> どうにか相手を <laughs> 倒したいっていう一心の違うし <laughs> でも押されているんだよねじゃあだとしても <laughs> そうそうそう 今気持ち的には押されてはいるんだけどまあねでも運動神経はね、うん、運動する機会ないですけど運動音痴って思われたくない気持ちはまああるよね知念さんも運動音痴の方って何を見て知ってんのそれはっていうのもあるけど <laughs>、まあ、まあねでも万能ではなかったよねなんか知念もな知念ってなんかさ優しいかったよねあいつ。 目が優しいからさ力でねじ伏せたりとかっていうパワープレスとかをしないのよ運動でもそれ感じててバドミントンの話になっちゃうけど知念 <laughs>、うん、とバドミントンやった時に、うん、やっぱりこのなんかなんだろう気持ちと力で押し切るみたいな、うん、片鱗は一瞬たりともないわけ。取るみたいな <laughs> だからねえー、が優しいんだろうね知念はいやまあまあそうだね <laughs> うん何かそうあいつはねそうだからあいつはなんか、うん、世間に対してなんでって思いながら生きてたって言ってたからね <laughs> なんで俺が攻撃されなきゃいけないんだって思ってたからやはり <laughs> 知念から攻撃することはないよ、まあ、世間が攻撃的に ことを知念にして、知念がやっぱりこう、自分を守るために。ぼ、防衛。防衛のために牙を振り回してた。<laughs> 悲しいな、なんか <laughs>。悲しくない、その牙がどんどんすり減って。<laughs> <laughs> だと思う、俺はそういう風に解釈してるけど、知念。そういう風に解釈して。君は。うん、俺は知念はね。そう。えー、だから、もう、なんか、穏やかに生活してほしいよ、今は、知念は。 <laughs> <laughs> まあねま、うん、<は>あまあでも僕もちょっと最近なんかあのピリついたというか気持ちに余裕が持てなかったことがちょっとあるんですけど、はあ、あの僕はあの火花を見に行ったんですよ映画のえ、はい、映画館に行ってあの原作があのピースの又吉さんのね火花芥川賞とあの本の映画。 映映画画化された映画監督がいた大井さんだったのかなうんで俺その映画をその火花を見に行った日が、うん、その僕が1人でやったライブの日だったんですよあの12月2日の「岩田一人芝居始めるってよ」っていうか、はい、月でやったライブがありまして,あ,やってあれが終わった後に見に行ったのね俺 1>, そうだだ1時間自分はひ人芝居やったの劇場で。 で一応、まあ、笑いどころがあるようなところもあるんだけど基本的にはこう芝居っていうコンセプトでやってるのよ、うん、だからお笑いの劇場でお笑い芸人が、うん、コンビ組んでるお笑い芸人が一人で1時間芝居をやるっていう内容だったっけ、うんあはい。その時点でちょっとごちゃついてんじゃん何したいの<そ>みたいなその相方見に来てるそ,その相方客席にいるっていう <laughs> 状態で。<laughs> うん でそのコンビ組んでの1人で1時間やってるししかもそれがピンネタじゃなくて芝居だしみたいなあ、はい、で内容でやってでそれが終わった後の夕方っていうか夜に火花を見に行ったんだけど、うんはい、それ火花の内容がさ、うん、芸人じゃないですかあ、はいはい、芸人がくすぶり続けくすぶってる芸人の、うん、この何ていうの こう売れたいっていう気持ちとかあとはこう周りの同期が売れていってるとかっていうその心の葛藤憧れの先輩がいてみたいな憧れの先輩もなんかちょっとなんか最初若手の時に会った時にはすっごい面白くて尊敬してその人の全部真似したいけどみたいななんか芸歴重ねるついなんかその人ちょっと変じゃないんかみたいなとかもあるたりとかそういういろんな心の葛藤と売れてないもどかしさを描いてたんだけど。 その内容を俺ら芸人だけじゃん売れてない芸人じゃんそう売れてない芸人平常心で見れないのよだって同じじゃん売れてないでまあそうもうその時点でもやもやしてるのでもその芸人役やってんのは俳優なのよあああえそっか須田将暉君とかがやってるわけだから俳優が芸人の役やってんじゃんうん でそれでくすぶってるっていう俺らがなんかこう平常心で見れないような内容であってで俺その映画見る直前まで1人で芝居やってんのよ、はい、何この状態っていうのでめちゃくちゃ気持ち悪くなっちゃって俺映画自体すごくいい映画だよでもその置かれてる境遇と今日やってきた俺の内容 芸人が劇場で演技をした後にそれを見た映画が芸人の内容でそれの芸人役やってるのが俳優でみたいなんでごっちゃごちゃしてて、ね、ぐ,ぐ,ぐちゃぐちゃぐちゃって俺<や> <laughs> もう気持ちぐちゃぐちゃ,ぐちゃなんだこれだ <laughs> うと思ってうわと思ってそういうのがあったんですけどもうあのねちょっとね平常心で見れないっていうのを込みでもちょって又吉も見てもらいたいあマジでちょっと、ね 燃えるし頑張んなきゃっていう気持ちもあるしでもなんかモヤモヤもするしうんいやだら俺らが芸人やってなかったら一そのなんていうの一般人として見たらとてもなんか面白いエンターテインメントな映画だと思うんだけどやっぱりなんかやっぱそれをんかプラスして見ちゃうやっぱり何それをプラスしたらプラスしてっていうなんかその芸自分が芸人であることを境遇を重ねちゃうゃいやいやもちろん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  そ見たくないっすねお祭りの営業先でお客さんが誰も聞いてないみたいなシーンとかあるのよやっぱ <laughs> いやそんな <laughs> 今聞いただけで胸が痛いめ、ね、ネタバレになってるけどやばいねこれねいいのかな分かんないけど <laughs> まあまあなんか見てほしいっすわ、はい、いやあちょっとモヤモヤしました僕はなんかいい映画出てるんですけど <laughs> 僕の置かれてる立場とかと照らし合わせるとね なんかそうなったんで<ー>ぜひ皆さんね見に行ってくださいねちょっとぜひ、ね、面白い映画だったので行きたいと思いますはいということで<ー>前コーナーでじゃあ一旦 CM 行きたいと思います CM です ロちゃんさんこんばんは太田くんが「吉本で運動いい神経いいの誰かな?」だってけんごさんいいと思うけ、うんごさんはもうセンスと筋力筋力もあるしセンスというかなんか持ち前のセンスで全部運動してる感じ器用だ器器用器用だね遊び心があるセンスというか うん誰かなあと誰だろう前将とかもよさそううん前将ね確かにあと意外に岩田結構上位だと思ってる自分でいや岩田はね <laughs> いやもう <laughs> 俺が押すよは <laughs> ずいじゃん <laughs> 相方に押されてめっちゃはずいから <laughs> 岩田はね運動神経いいんですよかつれんがサッカーめちゃくちゃうまいみたいねああええー、か トップクラスの方向でレギュラーだったみたいなマジでうんめっちゃうまいみたいめちゃくちゃうまいみたいへえ<ー>で太郎がバスケめっちゃセンスあるんだっけなんかそう太郎うまいって言ってたうんやっぱ各専門分野があるんですね得意競技というかな奈みちゃんもサッカーだよね確か奈みちゃんでもサッカーうまいイメージないよな はい。ということで、引き続き、トゥナイト5をお送りします。はい。水曜日のトネカホップキンスです。お願いします。ということで、じゃあ、えっとです何週ぶりか覚えてないですけども、あのコーナー行きましょう。はい。僕たちの偏見はい。と <laughs>、はい、いうことでね。<laughs> このコーナーですね、偏見をね、用意してきた偏見を発表しますので、はい、いい。一番偏見だなと。 思うものが暫定1位で更新されていくというコーナーとなっておりまして前回までの1位の偏見まあ前回はあれかな僕が用意してきて忍ぶがねゲストに来てくれた時に忍ぶが選んでくれたんですかねはい何週前ですか 2, 2か3ぐらい前ですよねはい <laughs> <laughs> じゃあえその偏見え今暫定1位の偏見ですプチトマトが好きな女性は男によく騙される <laughs> <が>あったな、はい、確かそんなのでしたね,ね <laughs> 本当に偏見ですから、ね、<laughs> 偏見ですよ意味わかんないですもんねプチトマトが好きな女性は、ね、男に騙されちゃうんですよ。<laughs> はい。こういう偏見がありますということで、はい、今日は又吉が偏見を用意してきてくれてるんですよねはい僕が用意しましたそれではじゃあ、はい、僕がジャッジをしますので、はいえー、早速今日の一つ目の偏見お願いします 大さんは和菓子好きああ <laughs> 和菓子ああでも大家 <laughs> って和菓子のイメージちょっとあるな <laughs> 和 <laughs> 洋菓子はねあんま食べないのよそうだなあんかお茶とね、はい、わ <laughs> なんかわかるな <laughs> 緑茶と和菓子ねそ <laughs> 栗まんじゅうとか羊羹とかそうそうそうあ,あとおせんべいとかね 悠々自的な生活を送ってねこたつとか似合いそうですね大家さんね丸い背中をねポリポリ食べながらズズズッてってそれがもう大家さんです昭和の大家さんですねこれねんかねこのご時世んかそういうことないんでしょうけどそうまあ偏見としてはいい偏見じゃないですかはいじゃあむずいなこれはじゃあ決まりましたか 行きましょうかじゃあ暫定位置発表しますはい暫定位置はプチトマトですプチトマトプチトマト,プチト,マトいやちょっとね僅差だったんですけど、はいはい、まだまだ出そうな匂いがするなと思いまして出ないよえー、なんでだよ <laughs> なんでだよあるだろう <laughs> なんとか、まあ、なんとか出し絞り出してくれよいや絞り出しましょう <laughs> はい、それじゃ、じゃ、今日の続いての偏見、お願いします。セ、はい、レブ妻の夫は。痩せこけてる。<laughs> どっから出てきた。<や>その偏見,偏見ですよ。<laughs> 偏見。あれ。痩せこけてる。奥さんがね、その鼻、鼻な。んか、きらびやかな文、うん、その、夫は。 <そ>のセレブなんそれ <laughs> その夫がじゃあ切り詰めてるそうそうそうええ夫もだってめちゃくちゃ余裕ありすぎてちょっと小太りで余裕めっちゃあるとかじゃないのいやもう夫はもうノースリーブにセット <laughs> <laughs> セレブじゃねえじゃんもうそのット <laughs> 確かにな <laughs> そういうところが出てくんのよ <laughs> いや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  <laughs> <laughs> 中途半端じゃん見え張りじゃん見え張り奥さんが見え張ってるみたいな感じまあそう僕の偏見ですけどあんまりあれかな夫の方がこう無頓着なのかな食とかあまあそうだね無頓着でなんかまあ厚化粧してね奥さんの方はそうそうそうこういうイメージがちょっと僕の中でありましたんでなるほどちょっと痩せこけてる痩せこけてるムンクの叫びみたいないやそんなに <laughs> ガッツリ、ほぼこけちゃってんだもん。そうそうそう。ああ分かりました。じゃあ暫定1発表したいと思います。はい、お願いします、えー。プチトマトです。プチトマト2がい,いやー。プチトマト、ね。あそうですね。ちょっとこれは <laughs> まあそうだな。う,ーん,うーんって感じになっちゃいましたんで。うん、それじゃあじゃあ続いてのは偏見お願いします。はい、じゃあいきます。 S, S と M 両方いけるやつはノーマル <S,、うん、じゃ S と M ってそのサディスティックとマゾフィズムの S と M ですかあそうそうそうあなんかたまにねあのーうん、あれなんか,か人によって S と M 使い分けれるからみたいなあいるねそう,い,う,人ねそういるのよ俺あれが大嫌いだよ <laughs> 大嫌いっ大嫌いっていうかちょっと結局ノーマルじゃねえかお前 <laughs> <laughs> って思うのいやそのどっちつかずの <S, <あー> <S, S と M 両方いけるみたいな人って <うん S 2> M だって言わないえーマジで <S, ?S は M の,気 M の気は全くないっていうのを聞いたことあるああなるほどうんだから S も M もいけますっていう人はう <ん S 2> 大抵 M らしいね M なの要は M 同士の時に M 度がに差がつくことによって 相手がめ自分よりも M ってだけでまあじゃあ自分の立ち位置は S になるからじゃないけどはいはいはいなるほどってだけで本当の真の S は誰に対してもこう変わらんが <S, S, <S, S って俺は聞いたことあるなるほどね知らないけどねそのいまいちいやいこれもね偏見というかあれなのうんこれも偏見なんですかね <laughs> それも含めた今の回答だから、うん 岩田のセリフも含めた、はい、そう、じゃあ一、ま今の言われてなんか別に加点、ああプラスだなって気持ちは全く起きなかった。え、やな、自分の言葉よ。え、違う違うその、またはしが言ってきたことによって、ああなるほどねってはならなかった本当ですか。うん。ごめんね。いやいやそんなはっきりとごめんねって言わなくてもいいけどさ。うん じゃあ発表いきましょうはい、はい、お願いいたします暫定1位はプチトマトでしょうね <laughs> ょういやでも出るでしょあと何個あるんですかあとね1233、うん、ある31あいやまあ44、まあ、多いな多いの。<laughs> じゃあ行こうポンポン行こうじゃあ行きますか続いての返金お願いします、はい、飛び職人は うん、全員元ヤン <laughs> 乱暴な偏見だな <laughs> 消します <laughs> 消しますじゃないのよ <laughs> はい消していきますよまあなんかでもと、はい、び職の人って本当に偏見だけどなんか、うん、やんちゃしてたそうとかイメージありそうあるうちゃあるな、ね、確かになじゃだからちょっと怖いのよね <laughs> <あ>怖いね確かにそうそうじゃあ偏見なんだけどね なんかでもグリーンノートの栄一郎がなんかたまに、うん、そ,のそういう現場のバイトの手伝いちょろちょろ入ってるって聞くけどね。あマジで、うん、えそ危険じゃなないのかな そんな人たちの中に飛び込んでさまあ分かんないけどあいつバク転とかできるしあじゃあ大丈夫か <laughs> 基準やばいな <laughs> 二人とも意味わかんないね <laughs> 今のね <laughs> <う>ヒーローちゃんさんがド M 系の偏見求むってきてるけどド M 系の偏見うん,何ド M うん出すかド M 系の偏見 <laughs> <laughs> そうド M まあ、私はね自分で自分の体痛みつけちゃうタイプですからねいやそんなことないですよ僕はノーマル <laughs> ノーマルじゃないだろお前ノーマル <laughs> ノーマルです僕はノーマルじゃないことしてたじゃんだっていや何ですかあいいの言って、えー、ないやいやあれですかあの<え>全裸で徘徊とか <laughs> そういうやつですか <laughs> 夜中に自分でやばい方出しよったこいつそれですか <laughs> いや <laughs> もしかして <laughs>、まあ、いやそ,それじゃなくてそれじゃないあれがあるじゃんえあれ,あ,えあ,れあれがあるじゃないえー、外で、うん、脱粉するとが好きだからもうダメよ本当に <laughs> <laughs> 本当にダメよなんか嘘ですよみんな,なん <laughs> 嘘みんな嘘はい 違うんすよ結構やばいんすよ待ってほしいややばくないほんとほんとやばいほんとやばい今警察通ったよいやいやいや全くダメですからいや本当にやばくないですから僕はあヒーローちゃんがガタガタって震えておりますガタガタしてるガタガタって震えておりますね当んはにうんうですから変態と変人が組んでるってたまに言われますからねどっちがどっちか分かんないですけど俺は変人だと思って。 まあ僕は変態だと思ってじゃあもうそうだじゃあもうその通りですはいじゃあ暫定値プチトマトで簡単に言った簡単に言ったじゃあ続いての偏見お願いしますはいいきましょうバイト先で同級生との輪に入らない女子高生は店長とできてる これはね絶対そうですよ僕はずっとそう思って見てますうわ変態の偏見ですねマジでえ俺そんなそうとはならないんって俺思うもんねでもなんかなんかなくはないんだよな店長とできてるんですよきっと そうああこれは来ましたねなんだ入んないのかなとかああそうあんまりね情報を漏れたくないからね発言挙動でバレるのがあれだから一気にこう壁と距離を作るとうかね全然同級生と喋んないのああやばいいや面白いねこれね いやーヒーローちゃんがさすが変態ですね最高す <laughs> <石>さすがさすが変態いやノーマルですけどね <laughs> 変態が真顔でノーマルっていうの怖いよね <laughs> いや,こう <laughs> いやそうとなるのも変人でしょう <laughs> いやもういやそうですか、はい、じゃあ前提 1,、はい、1発表したいと思いますはいお願いします、えー、店長とできてる おお、いやもうこれは文句なしでもいい偏見ですねよかったです、ね、これが聞けてで、ね、今日はもうこれだけでも収穫する本当にこれね,ねえ覚えて帰ってくださいいい偏見です、はい、じゃああと何個あるんでしたっけ二つぐらい一応ねあと <laughs> 出しとく生まれ落ちてるまあそうねじゃあ,あ<ー>一応出しときますかじゃあ続いての偏見お願いしますイジ、はい、さんはうん ジャッキーが好きあこれはもう偏見です <laughs> <laughs> 偏見見でですすどっから結びついたの俺はなんかね全く絵が出てこないもん俺<の>俺もね、うん、あ昔、うん、警察になりたいって思ってたのよ、うんうん、俺も俺もね、うん、あってそんな時期がで, <laughs> であのその,その警察になりたいって思,思い始めたのがジャッキーなのよ あーポリスストーリーとか見てあ,<ー>あれなりたいと思い始めたから、うん、みんなそうなんじゃねえか実は <laughs> あれ見て警官あ刑事じゃねえじゃんでも刑事今だって刑事さんはってったでしょそうっす刑事さん警察とは違うんだじゃん警察はね俺はあのー、もうちょっと柔らかいなんか7とかのイメージなの 7? なんかのその少女漫画とかさ、うん、なんか少年少年誌っていうのジャンプとか、うんうん、あそこを見るイメージというかあんま、えー、そのどれを見て警察になったっていうのはない気がする俺はあそうなんだ刑事踊る大捜査線で見てめっちゃ好きで警察になったっていう大学の同級生いたけどなマジで <laughs> いやマジでうんマジかじゃあそうしようかな じゃあそうしようかなじゃなくて偏見じゃないしそれに至っては事実だしねああう同級生だからそうそうかそうだなまあ一応あくまで偏見なんで僕まあまあそうですねなるほどまあ偏見は偏見ですねはいじゃあ暫定1位発表したいと思いますお願いします店長とできてるですねこれはもう納得じゃないですかまあまあまあそうですねはいであと何個あります偏じゃああと一つじゃあラストいきますかはい じゃあ、今日のラストの変形お願いします。はい、えー。ストリートミュージシャンは、うん。うん。<laughs> <laughs> ちょっとね、<ょ>雑音が入りましたけど。もう一回いいですか。はい、じゃあ、もう一回ちょっと。今日のラストの変形、はい、お願いします、うん。ストリートミュージシャンは。うん。一番初め。地元から遠い場所でやる。うん。 ミュ,ミュージシャンは、まあ、一番地元から一番遠いところでやるブラジルってことじゃんいやそういうことじゃなくて <laughs> 一番遠いっていうとあれだけど、うん、地元ではないところでやるというか、うん、その浦添出身の人だったらチャターに行ったりさ、うん、また別の地元宜野湾だったらまあ、うん、もうちょい離れた国際通りでやったり。 地元でやるイメージがなくて僕の中で最初にねで売れてきたら地元凱旋みたいなのイメージはものすご地元の地元ではやらないってことね地元ではやらない自分が行ける範囲の地元から離れるまあそうやるみたいなで売れてきたら地元凱旋なるほどねっていうイメージですね僕はじゃあ又吉の牧港出身でしょはいそう 牧港で又吉がこうなんか路上でなんかやるってなったらどれぐらいの距離になるわけ沖縄本島内でいうと僕は、ね、僕湧湊なんでね浦添の、うん、そうです、ね、離れるとした鳥。ちょっとやろうぜっつってさああいうじゃあとりあえず一番最初は南城市でやろうぜ南城市なんだ <laughs> 結構遠いね <laughs> 南城市からまず結構遠いくないですかそれど <laughs> どんどん,どんそこから どんどん広げていこうかなっていうはあか南城市茶っか国際通りじゃないんだいや一応人多いちょっと一発目にした人多いからあそう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 南城市なんだ南城そう遠いなそこからどんどん北上していってねはあそうそうそうなるほどねそういう偏見ですねなるほどわかりましたははいで じゃあ暫定1位は,い、はい、は店長とできてるはい、はい、ありがとうございますはいということで決まりましたね、はい、決まりました今日のそれでは改めてね、はいえー、暫定1位を発表して CM いきたいと思いますそれでは、はい、本日決まりました暫定1位の偏見お願いしますバイト先で同級生との輪に入らない女子高生は店長とできてる CM でーす このめっちゃおもろいなあ <laughs> ずもろいなそういるのよそう,う店長とできてるバイトっていっぱい,いそうだしねあそうそうそう前に入んなそうだもん、ね、そ,のそう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 店長からすると都合がいいよねそれってねああ <laughs> <laughs> 偏見ですよまあまあそうその内緒にねちょっと間も燃えますしね時ちょっと高かったその子だけちょっと高かったうえ店長特権だ恋人特権だバイト先辞めるときは別れるとき一緒だっていやまあそうそうな 歌うか <laughs> そんなタイプでもないし <laughs> カラオケじゃないし <laughs>、ね、まあねミュージカルの告知に来たわけじゃないんだから <laughs> 確かに俺歌うまくねえしな <laughs> そもそも。 はい、ということで引き続き「t ナイトファイブお送りします水曜日の利根川ホップキンスです。はいといってももう6分前後もう1分切ってますけれどもね,、はい、ねえまあ偏見が更新されましてはいかったです無い偏見でしたね無事更新できてよかったです過去に知念隆がやってた時は更新しない週とか普通にありましたからね あマジでちゃんといいの出ないと更新しなかった週とか全然あるから。<laughs> 結構シビアにそこ。結構ちゃんと、ちゃんとやったす。なんかあの、うん、ちょっとね、相手のためを思って、うんうん、あまあ更新でっていうわけではなく、うん、っていうわけではなかったんで。 <laughs> 全然全然、納得できなかったらも全然。<laughs> あ、なるほど、そ、うん、そういう回もあるんですね、はい。やっぱりね、いい偏見を出さないとね。<laughs> <laughs> 今後どんどんいい偏見をね、やっていきたいと思います。そうですね、はい。あ、そうだ、俺聞いてなかったんだけど。うん、なんなんっすか。あの。<ひ>え、なに,なに,なに一人芝居どうだったのよ。<laughs> いや、いいよ、別に。<laughs> なんだどうだったのよ。逆に聞きたいですけどね。逆に。 いやだだからだって見てたわけじゃないですか、私が見てたか僕はもうただただ一生懸命やっただけなんで、はい、いや必死でしたよ、だってまあ、そうだね稽古量はもう単独ライブよりしてますから <laughs> いや、まあじゃあ、<laughs> セリ手力量も単独ライブの日にならないぐらいあったんで <laughs> じゃあもう俺頑張らんといけんなとね、がホップキンスいやいや、まあ頑張らんとっていうかまあだから、まあ、<laughs> 僕はただただ頑張りましたね。ま、はい、まあ作、まあ、作品自体は僕が作ったわけじゃなく い,いんで、ね、あのーうん、脚本家の方が作ってくれたんで、まあ、僕はもう覚えていたでやってでなんだろう VTR で繋ぐとかないんでほああ本当に60分まあ合間に5本やったんですけど合間にまあ1分前後ぐらいの曲は流してるんですけど、うん、あれもただ呼吸整えるための時間なんで。 いや、うん、あのー、だから、十四分ぐらいと10分、十分十分十分と十三分ぐらいだから、五十七分ぐらいはもう。人前で何かやって、喋ったり動いてるっていう。すごいです。ね状態だったんで。いや、なかなか、なかなか。高カロリーでしたね。うん、いや、芸人でも好評だったみたいですね。社員さんもわざわざ休みの日なのに、見に来てくれる社員さんもいたみたいですし。うんはい、はい、はい、はい。 別にかけに用がないのけど後輩芸人がそれのために見に来てくれたりとかああそうだねうん、うん、ボンジョルノのオリタは袖から見てて終わった後もめっちゃかっこよかったっすみたいなはい、はい、でなんかふざけた、うん、じゃあ今日オリタ抱けるってことつったらあも抱いてくださいで行った <laughs> いや行かんだろ <laughs> 気持ち悪い最近フェミニンな服装 にハマってるみたいだけど、降りた。<laughs> まあ、降りたくはね。レディースのシャツ着てみたいなのありましたけど、いいんすよ。そういうのはどうでも。どうなんですか。見てたんですよ。またよしの感想とかあるんですか、うん。ええ、一応ね、まあ、最初、まあ、入ってきて、まあ、芸人。一番。後ろの椅子に座るんだけど、なんか、座っていいみたいだよ、みたいな感じ。一番、本当に、一番後ろの席に座ってたんだけど。俺は、やっぱり座れなかったな。 やっぱんか内容の話じゃないけどなんでやっぱ一人でやってるっていうのがあるじゃない俺なんかちょっとやっぱり岩田が一人で頑張ってるのに俺一人座るわけにはいかないっていうのもあってずっと立ってみてたんだけどんか分かんないけど俺なりの繊維を恥ずかしいです恥ずかしいです いやでも、いや、見応えあったよ。あ、見応えあった。見応えあった。そうそう。あ、そうですか。そうだね。え、どれが良かったのご本。えっとね、何やって、コンビ愛ってよ。恥ずかしい。恥ずかしい。え、そのバイバイゲームと。え、一本目が一人芝居っていうネタ、コントと芝居の違いをやるっていうし。 やつはいはいありました、ね、いい感じでコントも芝居もディスってる感じちょっとバカにしたような感じのやつで <laughs> はい、はい、2>, 2つ目はバイバイゲームねカップルがいちつく1人2役やるっていう <laughs> うんあれも、まあ、で3つ目がサイコパスこの世には殺せる人間と殺せない人間がいるんですっていう話で4つ目が中身のない男はいはい、えーうん、相手の相談を聞くっていうんだけど言ってることがなんか全然 ぽいこと言ってるけど中身ないみたいな。うんはい、で最後が二ちゃんの書き込みみたいな。とある二チャンネルの書き込みっていう。はいはい会いました。兄弟がいてみたいな。で兄弟が死んでしまったからここに書き込んでるっていう内容のやつですけど。なるほど、うん。どうでした？僕はね、うん、中身のない男がね、うん、僕の中で吸って入ってきたってよう、ね、な。へー。そう。アダージョ新座とよ一緒ですね。 アドバイは女新座とは中身のない男が良かったってうでなんで何だろう一応ね、うん、なんかあの芸人だからか分かんないけど一応まあ芝居で見たらね、うん、多分そのサイコパスとかの方が俺の中でいいのかなっていうのはなるほどなるほどんかあのコン,コントとして見ちゃったでちょっとあ,あなるほどなるほどそうなるとなんか中身のない男がなんかあ一番あれだったんだ そうコントっぽいというかしっかり演技はしてたけどっていうのでちょっとまあスッと入ってきたというかそうとてもそうだと思いますその通りその通りだと思います本当に。というのがあって見やすかったっていうっていう話ですよ。ということでね。 気持ち悪いコンビ愛が炸裂したところです。ということでまあえー、っとです来週今日は6日で来週か、まあ、一応本番までにはもう一回放送がありますけど、はい、来週の金曜日の15日に。はい ランキングライブでしたっけ僕らの事務所ラララランンンンキキググイイブブありますよがありますので皆さんもしよければ遊びに来てくださいということでほかに何かお知らせとかありますかそうですねあ十12月24日クリスマスイブ好きな人と過ごしてくださいはい1か月以上あ一1か月じゃないかもう3週間後ぐらいそんなこと言うんすね